ドライブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、マリモでございます。今回のギルド、私が担当をさせていただきます。お店さんはラカータ狭山店さんでございます。この番組、前回出た人のバトンを今回出る人間が受け取って戦うということで、まあ、そのバトンとは何ぞやということなんですけど、情報でございます。その情報をもとに立ち回るということなんですが、前任者がレビンさん、パチスロ攻略マガジンの、ね、レビンさんでございます。で、レビンさんからの情報を今これメモってあるんですけど、ポイントとしてはなんか末尾ゼロの台が強く見えたぞということなんで、まあ、そういったところをちょっと注目しながら行ったらもしかしたらいいんじゃないのっていう、だからまあ末尾ちょっと注目しつつですね、ただとはいえ朝一この末尾って絞れないから、いろんな台の挙動を見てから狙いを絞っていこうかなと思います。なのでただいま私パチスロモンキーターン4を取っておりまして、まあ、これはリセット狙いで何台かあるんで、渡り歩いていこうかなということで行ってみたいと思います。果たしてレビンの目は節穴なのかどうなのか、ちょっと私が確かめてやりますわ。ではギルドスタートです。64番です。お目当ての機種はどこにあるんでしょうか。完全に迷子ですね。あったあった、忍び魂。どうしようかな、モンキーターンでもいいんだけどな。パティスロモンキーターン、あそこか。よし、じゃあリセット狙いしますか。じゃあさあ、では行ってみます。モンキーターン4でございます。リセットされてるんで、ここがその次かな。でモード決まりますね。いいのが引けますように。さあどうでしょう。チャンス役引けなかったんで A も B もございますね。でレビンさんが0押しだったんですけども、まあ、来た時には0、そういえばね打たれてたんですね。最初にこの島に来てればもしかしたら取れたかもしれないですけど、おチャンス目。ちょっと最初ね、あの忍び魂打とうかななんて思ってたんですけど、まあ、リセットから掘っていくかと思い直してここに来たらもうゼロの台は取られてたと。まあ、でもゼロがね 100% 合ってたかっていうのも分からんので、なんか並んでた方とかから話しかけてくれた方とかから聞くと、なんか5がいつも結構強いというか、緑だ、モード B 以上じゃないか。そうなんで、まあレミさんの言ってたゼロとあとは5に注目していこうかなと思うんですけど、まあ、まずはリセットでねアドバンテージ取れたらというところからですよ。もしかしたら今日は今打ってるのが7なんですけど、7がたくさん揃いますようにっていう店長さんの願掛けで今日は7かもしれないですからね。末尾が強いっていうのは、まあ、そもそも末尾に入ってるかどうかもねまあまあ分かんないですけど。お、この入り方はあんま見ないかも。ここで当たると楽なんだかな。こいつはきついぜ。残念。
ません。ここで当たってくれると楽なんですけどね。モンキーターンを取った理由がもう一つありまして、朝一の当たり後は、この日の初回の当たり後は設定したの演出が出やすいんですよね。こう設定だったらこう設定したの演出が当たり後に出やすいっていうのもあるんで、もしそれが出てくれるんであれば、まあ、その後立ち回りやすいよねっていうといったところもあります。あの設定したってあんまり好きじゃないんですけどね。出たらまあまあ嬉しいんだけど、もちろん。ダメだ。平和島行った、どうしようかな。 B 以上なんですよね。まあ朝一台あるからな。 B 以上でもうすでに平和島行ったのか。打つか、とりあえず打ちますわ。まあ、他に朝一台まだちょっとあるんですけど、一応 B 以上ならプラスでしょう、期待値きっと。チャンス役を結構バキバキ引いたんで、朝一100ゲームで、まあ、それもあって平和島まで来ちゃいましたので、打ちましょう。おや、ここでか。お、緑セリフ。浜岡さんが緑セリフを放つなんてなかなかないっすよ。あ、これは当たりそう。ガモーさんで、あ、しかもチャンスパターンが山盛り。あ、これはもう勝つね。OK。下パネも消えておりました。今やめないでよかったね。で、勝負がけポイントも結構溜まってたんで、これは一気に今日の勝利を決定づけるかもしれない。別にですね、別にな導入ですね。頑張れ旗野。お、緑だ、いきなり4以上が緑なんで、4以上です。4以上ってことは500枚くらいは狙えるな。希望的観測っていうんですか、込みで。さあ大丈夫か、緑だけど。
大丈夫ですか、やんちゃしたりしないですかね。あ、悪くはないね、強いのが2人下ですからね。あ、来た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 、何かが起こる。これはもう大丈夫でしょう。道口だけは来ないでいいんだよね。あそこから植木さん、違う、えのきさん、カットインすることあるのかな。オッケー。いや、旗の周回モードにしとこう。ここは緑緑だ。変わるか、一般戦の鬼あるとしたら、本当にこれが正確に示してるんであれば。わあ、赤だ。さらに揃わないけど、だから普通の V のカットインでさ、外れて新速とかも伝説レベルですね。もし出たら見たことない。ただね、これ続けてるだけじゃどうにもなんないよね。やっぱチャンス役引いて特化ゾーンに行かないと。そうそう、そういうの、そういうの言ったそばから。おお、分かってんじゃん。優秀な子。ああ、これはきつい。親父はきついよね、ずるいよね。親父は強いもんだって。おっ、ボートで乗せたのか。あ、ボートなんか引いてねえか。チャンス目ジャックチェリーか。えのきさんをやっつけて逆襲に行きましょうよ。あれ、大丈夫、大丈夫か。スパターン出ないぞ。薄い方引いたの、もしかして。うわ、弱っ。うわ、マジかよ、赤だぞ。いやいやいや、復活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 、来い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 、消えた、ランプ消えた。なんだよ、 80% じゃないの。ちょっと困るよ、そういう負け方聞いてないんですけども。あ、嫌った嫌ったよ。打つしかないね。でも設定スターが出なかったですね。まあ、もう一回とりあえず打ちます打ちます。嫌って俺初めて出たかもしれないな。キラってかなり出づらいっすよね。あ、でも天国いる時の 2.5% って40回に1回ってことってね。天国いる時の40回しか1回しか出ないんだ。引き戻しの可能性の方が高いんで、ここで当たることはあんまり考えない方がいいかな。期待するとショック受けますからね。
150か、100から150までか、まあ、あるいは300の天井で当たるともう鼻からそう思っておきますよ。こっちの方が気持ち的に喜べる、当たりを喜べる。ここで当たると思ってるとね、外れた時に文句を言ってしまいそうだよ。お、また平和島。よしよし、これでいくだろう。行ったってまあね、300まで当たるんでそりゃそうだよねって話なんですけど、コインがなくなりそうです。さあ持ちコインで次の当たりにつながるか。ここで当たりかな。実際のゲーム数は205ゲームですけども、途中で短縮があったんで248まで進められております。なんとか持ちコインでつながりましたよ皆様。お、来た。ひとまずそっか、勝負がけポイントも使っちゃったからね。白です。まあ、1がないだけだからな。2の可能性はそれあるよな。ここは V を揃えるか、あるいは懲罰入れてストップしないとかなりきつそうな印象でございますよ。まあ、白だって継続抽選はしてるわけですから継続する可能性はあるはずです。諦めずに。ダメだ、チャンスエッグ全部無駄。うわー、これは無理だ。単発、残念ながら単発ですか。これもうちょっとレースの最終でチャンス役引くのを祈りましょう。強引な継続、強引な継続をさせるしかない。多分この次のゲームトトなんだよね、おそらく。チャンスって出ろ、チャンスって。うわ、出ない。出ないでも可能性あるのかな。まだ復活はもうないね。黄色コインが出るのはこのゲームか。シサが出るのが次のゲームで、何もなしでございます。一応僕のやめるかどうかの基準がですね、あの最終画面でむしろロゴが出た場合はキラキラとか V が出たらもちろん粘るんですけど、ただロゴが出ただけだと、
天国期待度はない時より低いと思ってるんで、ロゴが出たらゼロやめしますね。出なかったら天国期待できるところ、まあ、100ですねまで回します。お、当たんじゃない。ほらほらほら、ユース入るパターンもいいもん。何よりお隣さんがなんかすごい強い反応を示してるんで、多分モンキーターンすごい打ってらっしゃる方だと思うんですけど、結構ね、あの勝負どころでね、こちらの台の様子を伺う感じなんで、だから多分通常時に見てきたってことはね、ほら来た、もうこれは当たるってことだと思います。お隣さん判別だからね、モンキーターン方の前兆ってめっちゃ分かりやすいですよ本当に。こんな出ないもんね、外れるとき。はい、当たりました。下パネショートドーン。やっぱロゴないというのがいいね、当たるね。戦えてますな。ただ1回ごとの初当たりのその枚数がねどうにもなってないだけであって、なんとかそろそろ1000枚ぐらいの獲得お願いできないでしょうか。お、ありですね、アリサちゃんですね。これがこのセットが続きやすいのは分かってるんですけど、3以上9以上で出やすい、シナリオ9で出やすい、正解のヒロイン。あ、緑だ。ということは正解のヒロインではないってことだ。さあもうすぐレース、お隣判別出るか、出たら激アツですからね。あ、やめちゃう、あ、いなくなっちゃった。信頼度が測れない。さあどうでしょう、すげえ負けそうだなこりゃ。赤カットイン、赤カットイン、あー多いか、これは最後に取っときたかった。お、悪くない。OK。 物理法則を無視したターン、これだよね、これがないとモンキーターンじゃないですよ。緑、緑、さっきも途中で色変わったからね。あー来た、これむしろ外れないかな。外れねえよな、この今散った。ここはでも突破しやすいあれだったんじゃないかな。
あれってなんや。わかる人にはわかる。あれってなんや。これでえのきさんが来ることとかあるのかな。赤だ。でこのセットが66パー以上、緑10かもしれないですね。一般戦の鬼1も3も緑っていうのは SG 常連の可能性もあるのか。さあなんとか、ないよりはいい。あー来たなんも出ねえよ。チャンスパターン負けちゃうよこれじゃ。ほら無理だって今のじゃ。もうイーノシサ出たのにまただよこれ。青です今回。ああロゴなし、じゃあ続行です。天国以降の設定差はないんですが、引き戻しに高設定は行きやすいとかいう話もあったりして、で確か最初の当たりが150くらいで当たったんだよな確かな。だから2回連続朝も引き戻しから1回当たった後も引き戻し行ってみたいな可能性もあるので、ことを考えますとですね、もしかしたらこの台設定悪くないんじゃないか説が。熱い来た。全長で赤セルフはいいよね。引きで天国の引きもほらほらほら、こんなのなかなか出ないもん。あ、チャンス薬の方か。さあ赤煽りが一発出てますよ。弱い。よし来た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 。ほら当たりますね、当たりますねこれね。こんな発展の仕方なかなかないからね。ね。OK。また天国。45ゲームでヒット。あ、強チャンス目がここで。白かな、白でございやした。お、
何これ、初めて見たかもしれない。え、なんなんこれ、さっきのあれ、今日チャンスがなんか働いたの。ちょっと今まで体験したことないパターンが来ました。準備中に引いた強チャンス目がなんか関係してんのか。これあれかな、バカンス行くやつなのかな。何にしてもとりあえず突破です。あー行っちゃった。あー赤い、これは頑張れ、よし、オッケー、三重乗せ。ちょっと気づいたらね、いつの間にかモンキーターンの島が満席になってまして、あのレビンさんからの報告によると、なんか前回は北斗のなんか新伝説創造でしたっけ、なんかが全体高設定っぽいみたいなこと書いてあったんですよね。高設定っぽかったみたいな。だから台数の少ないところ、その何十台もあるとか別として、台数がちょっと少なめのところは全体、まあ、6とは言わずとも5、6とか4、5とかやるのかなみたいなふうにちょっと思ってたんですけど、もしかすると今日その対象がモンキーターンなのかもしれないとみんなが思って人が集まってきてるのかなみたいな。そうだとしたら僕の嗅覚すごいですよ、自画自賛。お、あ1個か、懲罰懲罰、銃乗せて懲罰。あ、これは OK、 いきやす。赤赤赤赤、来た、 OK、 ストッキングでございます。1ゲームで終わった。もうすでに継続確定しているところに持ってきての今のなんで、3セットまではいくという認識でいいと思います。いやこれは出ちゃうな。いや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 、モンキーターン激ヤバですね今日のモンキーは。親父だけどいけるか、いけるか、いけ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 、オッケー、すごい、おー、よーし、引いた、ついに引いた、やってやったぞ、何度も食らって。あ、そうそうそう、そうだ、忘れた、えのきさんに勝ったんだよ。